あの宮永さんって普段、はい、アナウンス部ではなく報道フロアに席があるんですよ ね、はい、なので報道フロアでどんなことしてるのかアナウンス部に謎に包まれてるんですよまあ確かにね、はい、普段の接する機会ないですし、オンエア以外の時間何やってるんだ、はい、ちゃんと仕事してるよ。いや、なんならかなんなら画面で見る宮永さんの姿の方が多いんですよ。まあそうだね、どんなことしてこう過ごして準備したらだから仕事してるよ一応ね、まあ、ニュースに向けていろんな準備をしたりとか、うん、調べ物をしたりとかで、まあ、時に取材に行ったりとかいろいろやってますけれども、あ、そういえばね、この間あの取材の中で、発見したことがあって、これまで知らなかったものを、はい、あ、そんなことってあるのっていうのが一つあって、うん、この度丸山動物園で飼育されている、ゾウのパールが妊娠しましたっていうんですよ。ありましたね。はい、あのゾウっていうのはなかなかこの国内での繁殖事例っていうのが少なくって、うん、まあ、記者会見、秋元市長の記者会見でしたけれども、まあ、あのいつになく秋元市長の明るいトーンで、ね、お話されておりましたけれども、はい、あの今妊娠は確認されたんで、エコー検査でね、ちゃんとあの胎児の様子も確認されたんですけれども、はい、今妊娠何ヶ月かっていうのは分かりません。そうなんですか。分かんないんですって。で、なぜかというと、ゾウの妊娠期間って24ヶ月ぐらい。あ、じゃあ丸2年ですよこれびっくりじゃない、知らなかったです。なんか動物ってなんか人間よりも短いのかなっていうイメージがあるでしょ。ところがゾウの妊娠期間って24ヶ月なので、あの妊娠は確認されて、中の赤ちゃんも確認されたんだけども、今何ヶ月かっていうのがわからない。なので出産予定時期っていうのも、来年の春から再来年にかけてってすごいものすごい幅がある。そんなことあります。そんなことあるんです。それだけまだまだその象のこう生態というかね、知られてない、やっぱこう自然界の不思議という。じゃあもしかしたら突然生まれて宮永さんがそのニュースを伝えることがあるかもしれないし、いやね、どちらにしても無事に生まれてほしいですよね。もちろんね、無事に生まれてほしいんですけど、まあ、生まれれば今回も妊娠もそうだし、生まれればもちろん北海道は初めてだし、国内でもあまり例がないらしい。無事に生まれてくれることを祈るばかりです。そうですね、そう、なんかそれを最近びっくりしました。でも今宮永さんでも知らないことってあるんですか。ありますあります、知らないことたくさんありますよ。宮永さんってもうなんか何でも知ってるのかと思ってます。あというふうに思われがちなんですけれどもそうではありませんよ、はい、これはね、本当に知らないっていうことを知るっていうことが大事。これ無知の知っていう言葉なんですけれども、はい、元プロ野球監督だった野村克也さんね、はい、がよく言ってました、はい、野村克也さん、ちょうど楽天の監督時代に、まあ、ファイターズ戦で札幌ドームに来るんですけれども、うん、当時私もスポーツアナウンサーとして現場で取材中継を担当してました、はい、そうすると試合の前に監督囲みっていうのはあるんですよね。あ、はい、まあ、両軍の監督はそれぞれベンチで、練習を見ながら、担当記者がこう運んで、まあ、今日の試合どうなりますか、今日先発予定されている何々選手調子はどうですかみたいな話をするんですけれども、はい、野村監督の場合はですね、野球の話がほとんど出ない。あ、野球の会見なのに。そう、ほとんどね、野球の話っていうのは出ない。どんな話が出るんですか。で、それで出てくるのが、お前らが無知の知っちゅうの知っとるか。なんかちょっと似てませんっていうねちょっとかなり僕寄せたんだけどで、まあ、結構やっぱり若い記者が多いので、うん、いやちょっと知らないですとかっていう話になって、うんうん、無知の知っちゅうのはな、やっぱり知らないことを知るっちゅうことが大事なんやっていう話を、こう人生訓みたいな話をね、毎回こういろいろ話をされる、そう、それがとっても面白くという中で言ってたのは、その無知の知、自分は知らないんだっていうことを知ることが大事な